鉄山軍は朝鮮民主主義人民共和国平安北道西部にある軍である。航海へ向かって南に張り出した鉄山半島がある。北西西を州軍、北東に東林軍と接する。海抜300メートルを超えない丘陵地帯で形成されている。軍中央部には連帯山などの山地もあるが高くはない。森は主に松とくぬぎで形成されている。 複雑な海岸線を持ち、南方の沖合には加藤など数十の島々がある。これらの地域では海が豊富に産出される。航海に面した温暖な海洋性気候であり、平安北道では冬に最も暖かいところである。平均気温は摂氏8.9度で、1月平均はマイナス7.9度、8月平均は24度、年光水量は900ミリメートル。 名称地として、加藤にある石灰岩洞窟の馬仙窟が有名。鉄山群の島々は海鳥保護区域に指定されている。小花グレンデンの舞台でもある。一遊二労働尺二十五里を管轄する。高栗、牧海を経て、高来の領域となった。2018年には鉄州防御士が設置された。 朝鮮王朝期の1413年に鉄山と解消され、1415年に鉄山軍となった。17世紀初頭、民の将軍、某文流は、新民、反アトキンの姿勢を明らかにした朝鮮王朝の支持の、元、加藤など鉄山一帯を拠点として、アトキンの後輩を脅かす遊撃戦を行い、結果としてアトキン軍の朝鮮進行を招くことになる。 1945年8月15日の時点で、鉄山面、茅刃両面、タスク西面、予感面、丹面、西林面の6面104里があった。1952年の北朝鮮の地方、行政区画再編により一部が、東林軍、塩州軍に分割され、鉄山面、タスク西面、予感面、茅刃両面などの地域で、鉄山軍が再構成された。 この節の出展東総座とは、鉄山群東南部、鉄山半島の東部にある地区である、ミサイル発射基地が建設されている。ありがとうございます。